2019明治安田生命 J1 リーグ浦和レッズ対鹿島アントラーズの一戦をお楽しみいただきます。今日はこのゲームを森保はじめ日本代表監督が見に来ています。それでは改めて浦和レッズ予想フォーメーションでご覧いただきますが、今日もいつものように3-4-2-1という形ですけれども、伊藤さん、また今日も関根左のままで橋岡右、宇賀神、出場選手権に戻ってきましたけれども、ベンチスタートになりましたね。そうなりましたね。まあ、現状、前節のゲームを見て、まあ、こういう調子になったなと思います。さあ、鹿島ですけれども、レオシルバ戻ってこられない、まあ、その中で名古と三沢の中盤、そして土井京戻ってきてという、まあ、水島さん、こんな形になりましたよね。そうですね、まあ、レオシルバはちょっと膝の怪我らしいので、はい、もしかしたら長くなるかもしれませんし、まあ、でも今現状この形が一番いいのかなという気がしますけどね。はい、白いシャツ、ボールをセットをしています小池です。中央ヘディング、はい、いきなりチャンスというところでしたけども、ゼルディのヘッド、レッツはクロスバーに救われましたね、今は。はい、そうですね、はい、あ、長澤が運んでいて、関根グラウンダーのボール、ここに入ってきた。レベルトンのシュートは枠の外、ビッグスパンツでした。いや、関根は何でしょう、なんか周りがよく見えるようになってきたかなという、はい、ね、よく見えてます。相手が下がることもしっかりと考えた上でのグランダーのボールですから、はい、あ、ちょっとこれがずれてしまった。セルジーノの方へ、さあ横、土井が走っている、その土井を使っていく、ここは牧野がカバーをしていますが、逆サイド、レアンドロ空いている、白崎行く、白崎からレアンドロへ、レアンドロから中、セルジーニョ、よくついていきました、岩波。本当ですね、よく諦めずにつきましたね。素晴らしいカウンターでしたよね。ここの土井のアイデアも素晴らしいですよね。ワンタッチ、ワンタッチだったので完全に崩れたかとは思いましたけども、青木から今縦パス出る、武藤に入った、武藤から裏へ、オフサイドはないようだ、はい、さあドリブルで持っていって、コーロキーキーパ ー、 あー、そしてコーナーに逃れました。ここはコンスってセーブ、うーん、ナイスキーパーですけども、ちょっとアントラにはジャッジしちゃいましたね、止まりましたもんね、うん、ギリギリのタイミングですね、はい。裏へコーロキー、触った枠の左、オフサイドはなかったようです。いや、すごいですね、ですね、ブロックしてから足を出したんじゃないですかね。もう伊藤翔投入という鹿島です。そのまま今は入ってますけどね、どういう風にしますか、はい、長木からのボール、スペースに出していきます。白崎を振り向いて中へ、フリーだ、フリーでのヘッドという形になりました、伊藤翔。いや、白崎、はい、素晴らしいボールでしたね、したね、はい、ね、中には興梠、武藤、長澤走っています。逆サイド宇賀神も行っている、ここ仕掛ける、関根仕掛けてクロス、ニア、武藤、こぼれ球、押し込めない、惜しいシーンでした。武藤、さらには長澤が入っていきました。関根らしい突破じゃないですかね、はい、そちらに渡して縦パス、土井へ、セルジーニョ、間を通した、土井、土井縦に持っていく、そして浮かす、ファーレー、伊藤翔、どうかな、ゴールインから、ゴールです。いや、ようやくポケット取れましたよね、
まあ、土井翔馬がうまいところやっぱつきますね。はい、ゴールが認められました。鹿島アントラーズ先制です。入ってますね。はい、はい、長澤から青木、牧野から山中、山中のクロスフリーヘディング来た、興梠、山中のアシストで興梠です。バースデーゴール、クルス相手のバースデーゴールです。クロスがまず素晴らしいですよね。まあ攻撃の決定力もそうですし、アントラーズとしては人がいた分人につけなかった、逆にね、はい、あ、さあそして、鹿島ですけれども上田綺世が入りました。コパアメリカ日本代表で見事な動きを見せました上田綺世です。さあ縦パス入る、さあ上田綺世、さあそして遠藤シュート、そしてここで長い笛が吹かれました。この厳しいコンディション、暑さの中90分間戦って1対1、多くの選手がピッチに座り込みなだれ込んだというような形になります。